境地に入るポジションがあったな。ちょっとスケベ心あるじゃないですか、主人公って。やばいやばい、 FF1 に叩かれる。河野まりかの声優プレイ。わー、はい、今回はですね、新しい新企画をやっていきたいと思います。河野まりかの勝手にランキング。わー、はい、もうその名の通りですね、私の主観で勝手にランキングをつけていくという企画なんですが、今回はですね、本当に恐れ多いながら私の思い出のソフトのランキングをつけていこうと思います。私の思い出のファイナルファンタジーシリーズランキング。わー、もうね、みんな大好きファイナルファンタジー、RPG のね、金字塔のような存在でございますけれども、私がね、最初にファイナルファンタジーに触れたのは小学校高学年くらいかなっていう時のですね、ファイナルファンタジー10でございました。 X と書いて10。このね、 X の読み方から私、あ、X って書いて10って読むんだみたいなことをですね、小学生ながらに思ったような気がいたします。10の次に11ってこっちに1かとか、9はこっちかとかね、いろいろこう書き方をですね、ファイナルファンタジーで学んだくらいのあとね、お家にあったのが8だったんだよね、 V に3ね。もうディスクがいっぱいでね、これどうやってディスク入れ替えるんだとかね、ちっちゃいながらに思った覚えがあるんですけど、さあ、そんなファイナルファンタジーシリーズの私の思い出の作品ということなのでね、結構自分の中でも当時やってた思い出と、まあ、美化されてるところもあると思うんですよ。もうあくまでも私の個人的にいいなと思ったところを拾い上げてランキングにしております。早速1位からいかないもんね。第5位こちらです。ファイナルファンタジー12。12ですね。このね、12の書き方も、はい、私の世代の作品でもあるので、12ってこうやって書くんだって思いながらね、やっていた覚えなんですけれども、もう皆さん12ってどういうイメージありますか？私の中ではね、バンの個性が爆発しててかつバルフレアが俺が主人公だって言ったことにより、そうだったのみたいなね、私のちっちゃい幼い心ながらに、あれ主人公って誰なんだろうね、最後まで考えさせられた作品ではあるんですけど、ただね、このゲーム私の好きなところはですね、そんなキャラクターももちろんなんですが、戦闘システムと、あと冒険する時のモブハントシステムがめちゃくちゃ好きだったんですよね。ファイナルファンタジーシリーズってコマンドを選んで単性で行われるシステムがそれまで主流だったのが、今回の12に至ってはリアルタイムでちょっとゲージが進みつつ攻撃ができるっていうね、ポンポンポンとね、必殺技つないでいく時の爽快感と、グラフィックのね、12ともなればすごい綺麗ですから、その時の迫力とっていうね、思い出補正もあるかもしれないんですけど、すごくね、気持ちがいい戦闘ができたなっていう思い出があります。フィールドとかもオープンワールドじゃないにしても、こう開けたフィールドの中で自分が目当てのモンスターを見つけて近づくとか、こう本当にね、シンボル、エンカウントみたいなところがあったので、それがね、新しいなって当時も思いましたし、テンポの速い攻撃ができるっていうのが私の中でもね、すごい評価したいところというか、新しい FF を与えてくれてありがとうって思ったところなんですよ。で、あとモブハントよ。モブハント皆さんやりました？私ね、FF12 でね、めっちゃ楽しんだ要素なんですけど、自分がもちろんこうランクアップした時はちょっと強そうなやつ選んだりとか、召喚獣もね、このモブハントの中に紛れてたりするわけなんですよ。なので召喚獣を新たに捕まえたいっていう時は、こう自分でどこにいるんだろうって探しながら出会って倒すまでがそのモブハントなので、やはりそのね、なんかこう冒険してる感っていうのかな、自分が異世界行ったらすごいこれやりたかったんだよなっていうことが詰め込まれてるのが FF12 なんですね。思い出に残ってる敵のレベル上げスポットみたいなのがあるんですけど、そこにいるプリンがもうただひたすらに湧いて、それをただ倒すってなんかこう無我の境地に入るポジションがあったなっていうのは覚えてますね。そ
それでは第4位の発表に行きたいと思います。第4位はこちら、じゃーん、 FF7。 はい、こちらはですね、最近リメイクも出てね、最近じゃないか、もう1年経ってますけど、 PS5 でもね、新しく新シナリオが追加されたソフトがね、発売するよっていう発表もありました。そんな旬な7でございます。なんで4位かっていうと、まあ個人的にはね、ちょっと世代と外れてるんですよ。もともとソフトが発売されたのも私が生まれてから何年かくらいの年なので、そんなにね、リアルタイムにできた人間でもないんですが、ただ当時のことを思うと、このゲームのね、初期の方なんですけど、リメイクしてない方のゲームで言うと、マップがねすごいの。それまでファイナルファンタジー遊んでた人も多分驚くものだと思うんですけど、絵の中に迷い込んでて、でどこのルート通るんだろうってこう壁にぶつかりながら探したりとかするくらい、私はねちょっと驚いたんですよ。やっぱりその絵みたいにすることによって、グラフィックもすごくこうね、綺麗な絵画の中にいるような世界観で、まあただ世界観はもっとハードな感じなんですけど、その私の中でも思い入れとしてはね、どこにそう隠しアイテムがあるのかとかそういうね、絵みたいなマップだからこそ、なんか難しいんだけど、覚えてくるとそれが癖になるというか、なんか決められた道を進まないのが楽しいみたいなところもあって、この FF7 のねフィールド面白かったなって覚えてるんですけど、そんな中でね、クラウドって結構象徴的な主人公だと思うんですけど、クラウド以外にも魅力的なキャラクターが本当にたくさんいるんです。で、クラウドはさ、結構自分のなんだろう、弱さみたいなのを最初は見せないようにってねしてるんですけど、どん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 ね、ストーリーが進むごとに、プレイヤーがね、クラウドそうだったのかっていうこう謎がどんどん解けていく系の謎多き主人公なわけなんですよ。そんな謎の多い主人公を周りで支えてくれる人たちのたくましさよ。幼馴染のティファだったりとか、あとこう繊細そうに見えて姉御肌のエアリスだったりとか、そういうところもね、世界観になんかどん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 引き込まれていく、キャラクター要素が詰め込まれていて、すごい思い出に残ってるんですよね。ちなみにそのクラウドってすごい人気だと思うんですけど、うんうん、カモさんはお好きなんですか？私実はクラウド苦手なんですよ。もうこういう男いたらやだって思うやばいやばい、 FF ファンに叩かれるでも逆にね、ティファとかエアリスがさ、クラウドにちょっとキュンってきてるでしょ今っていう、すごいときめきがあるじゃないですか。ああいうのを見て、そうか、こういう男がモテるのかとか思った瞬間に、周りの環境のおかげで今のクラウドがあるんだなっていう、そのある意味クラウドが甘えられる環境だったりとか、クラウドのその弱さとかもなんか持ってていいんだって肯定できるような場所が整ってるっていうのが、もうね、作品の良さで現れてて、クラウドのことはそんな好きじゃないんだけどなんかこう作品的に見たら、クラウドはそうでなければならなかったというか、そのクラウドだからこそこの作品めっちゃ面白いんだなって思えるような要素を彼は持ってるので、個人的にはうじうじキャラやだなって思いつつも、いい主人公だなって思っております。嫌な部分ね、そのうじうじしたところ、うじうじしてるところと、なんていうのかな、昔の作品ならではなんですけど、ちょっとスケベ心あるじゃないですか主人公って昔の作品の主人公ってみんなそうなの、大体なんかちょっと覗いていいかなとか、こう誰か着替えてる時にね、覗いてもいいかなとか、なんかいや今着替えてるでしょって思いながらわざわざ開けるんですよなんかそういうラッキースケベがあるところが、なんかね、時短だったらいいんだけどクラウドだと許せないみたいなのがね、私の中ではあるんですよ。白魔導士なんですけど、あのねこのランキングでそれそれって思う人いないかもしれない栄えある第1位はこちらです。じゃーん、高評価、チャンネル登録お願いします。